こんにちは。歴ショックです。今回は、東北地方で独自の勢力を築き、源頼朝に滅ぼされることとなった奥州藤原氏について紹介します。奥州藤原氏は、源頼朝の祖先である源義家に前9年の役、後3年の役で協力した藤原の清衡が奥州を掌握し、100年近くにわたって奥州を支配した一族です。源平合戦の頃の当主、藤原の秀衡は、奥州で取れる莫大な金を武器に、平家とも渡り合い、源義経を奥州で引き取るなど、中央政局にも深く関与しました。そのこの藤原の泰衡の代に、奥州合戦で奥州藤原氏は滅ぼされてしまいますが、その後も奥州藤原氏の一族は生き延び、後世にその系譜を伝えていくことになります。今回は、奥州藤原氏の歴史、源頼朝によって滅ぼされた後の奥州藤原氏のその後について紹介します。源氏との関わりの中で奥州に勢力を確立する。奥州藤原氏の始まり。奥州藤原氏は藤原の秀衡の祖父にあたる藤原の清衡を初代当主としています。藤原の清衡は平将門討伐で名を挙げた藤原の秀里の子孫にあたる藤原の常清の子で、京都の藤原氏からも藤原一族にあたる家として認められる存在でした。清衡の妻は奥州の支配者であった阿部の頼時の娘で、阿部の頼時は前9年の役で源の頼朝の祖先にあたる源頼義と戦い討たれ、清衡の父の常清も阿部氏と運命を共にし、清衡は7歳にして父を失ってしまいました。藤原の常清は阿部氏の中心武将の一人であったため、本来ならば清衡も殺されるはずでしたが、清衡の母が敵将であった清原の武貞に嫁ぐこととなり、清衡も連れ子として武貞の養子となり難を逃れました。その後清衡はよそ者でありながらも清原氏の後継者の一人となり、伊布帝の清原の家衡と清原氏の所領を分割し相続することになりました。この所領分割は源頼義の子源義家の仲裁でなされましたが、伊布帝の家衡は清原氏の出身ではない清衡に所領が与えられることに不満を持ち清衡を襲撃。清衡は妻子や一族を皆殺しにされ源義家に助力を求め、これが後3年の役に発展し家衡を討ち取ることに成功します。こうして源氏の介入により人生を狂わされながらも、最終的には源氏の助力によって周りの敵対勢力に打ち勝ち、奥州をめぐる戦いで最後に生き残った者として奥州の支配者の地位を手に入れました。これ以降清衡は父の姓である藤原氏に姓を戻し、ここに奥州藤原氏が確立します。藤原の清衡は奥州の金馬などの特産品を京都の藤原氏に献上するなど、中央との関わりを深め奥州の統治者としての地位を築き、京都からも認められる存在となります。その豊富な資金力を武器に大陸とも直接貿易を行うなど、経済的にも繁栄した藤原氏は平泉に拠点を移し中尊寺を造営するなど、中世を代表する文化都市平泉を形作っていきました。藤原の清衡の後は息子の藤原の元衡が継ぎます。もともとは元衡の異母系である藤原の惟常が後継ぎとされていましたが、元衡は父の死後に異母系と争い家督を散奪する形で後継者の地位についています。当たり前のように行われる兄弟争いは後に奥州藤原氏を破滅へと追い込むことになります。元衡は陸奥守として平泉に下校してきた藤原の元就と深く結び、元就の娘を自身の息子の藤原の秀衡に嫁がせ、元就の京都へのパイプを使い、さらに奥州の権力を高めます。この頃には当時の権力者であった藤原の頼長が奥州の年貢増額を要求してきた際に、その要求を突っぱね藤原の頼長が妥協するといったように、朝廷にも通用する力を備えるまでになっていました。この頃の京都では平治の乱で平清盛が源義朝に勝利し平家政権の確立に動き始めるなど、時代は大きく動いており、奥州藤原氏もこの流れに飲み込まれていくこととなります。北方の王者藤原の秀衡。藤原の元衡の後は
息子の藤原の秀衡が継ぎました。秀衡の家督継承時には家督争いは起きておらず、祖父、父の代での家督争いを教訓に、万全の体制を敷いての家督継承だったのでしょう。秀衡は、京都で覇権を握った平家とは一定の距離を保ち、平泉は、京都に次ぐ大都市となるなど、欧州で独自の勢力を保ち続けました。しかし、平家をはじめ、京都の貴族、寺社勢力とはむしろつながりを深め、欧州の豊富な財力を使い、多額の寄進を行っています。京都の勢力は秀衡の寄進に頼るようになりますが、一方で、欧州を敵と蔑む姿勢は変わらず、このことは欧州藤原氏が中央政局とは一定の距離を保つ理由ともなりました。もっとも、京都からすると、莫大な財力を持つ得体の知れない欧州藤原氏が中央政局に入り込むことで、やがて自身にとって変わろうとするのではないかと疑念を持っていたとも考えられており、距離を取ろうとするのもわかります。実際に、九条兼実の日記、玉葉からは、藤原の秀衡が鎮守府将軍に任官したことに対し、乱世のもとと記述するなど警戒していた様子が伝わります。この頃、秀衡は、平治の乱で敗北した源義朝の末子、源義経を奥州に受け入れています。義経は鞍馬寺に預けられていましたが、そうとなることを拒んで逃亡し、奥州にいた藤原の元就の縁を頼って、秀衡の元へたどり着いていました。やがて、持ち人王が打倒平家の領事を全国の源氏に出し、源頼朝が挙兵するなど、源平合戦が始まりますが、秀衡は、義経をかくまいながらも、奥州の地で中立を決め込みます。一方の平家は、富士川の戦いで頼朝に敗れるなど、劣勢が続き、打開策として、奥州藤原氏を自陣営に引き込み、頼朝の牽制を依頼することを図り、秀衡を陸奥国に推挙するなど、秀衡にアプローチを続けます。秀衡は、これに対し、明確な返事を避けた一方、義経に従者をつけて、頼朝の元へ送り出したものの、源氏側につくことも避け、源平合戦中は、中立を保ち続けました。もっとも、全く情勢を無視していたわけではなく、平家の焼き討ちにあった、東大寺の再建費用を、頼朝の5倍も収めるなど、その豊富な資金力で、京都との関係は保ち続けました。平家は、奥州藤原氏を敵対視することはなかったものの、関東を勢力基盤とする源頼朝は、領地を接していることもあり、源平合戦の頃から秀衡を敵対視していました。頼朝は、源平合戦を通して鎌倉を動きませんでしたが、これは秀衡の南下に備えていたためであると言われています。しかし、秀衡が育てた義経によって壇ノ浦の戦いで平家が滅ぼされると、頼朝は、奥州藤原氏に狙いを定めます。頼朝は、独自のルートで朝廷とつながりを持つ秀衡に対し、自分が朝廷との間を仲介すると圧力をかけ、秀衡を自身の下に位置づけようとしました。この時に秀衡は、あくまでも頼朝との対決を避けようと頼朝の言うことに従いますが、一方で、頼朝との対決を避けられないことを悟り、頼朝に追われていた源義経を庇護するなど、頼朝との対決準備を進めていきます。しかし、義経が平泉に到着した9ヶ月後、秀衡は病に倒れてしまいます。この時に秀衡は、正室の子である藤原の泰衡を後継者に定め、泰衡の兄である諸子の藤原の国平には泰衡の母を嫁がせることで、国平と泰衡を義理の親子関係とし、兄弟争いが起きないようにしました。奥州藤原氏は、秀衡以外は家督争いを続けてきた歴史があり、頼朝と対立する中での家督争いは奥州藤原氏の滅亡を意味することで、秀衡にとっては絶対に避けなければいけないことでした。当時は兄弟争いは当たり前でしたが、親子の争いは稀で、兄弟が協力し義経を大将軍とすることで、平泉が一丸となって頼朝に対抗するように遺言して秀衡は亡くなりました。しかし、後を継いだ藤原の泰衡は、兄の国平との兄弟争いは回避したものの、頼朝からの圧力を受け続け、秀衡の死から1年半後に、ついに頼朝の要求に屈して、源義経を衣川の館に攻め、義経を自害へと追いやってしまいます。泰衡は、
義経の首を鎌倉に送り、頼朝に恭順の意を示しますが、頼朝は、これまで義経をかくまってきたことは反逆の罪にあたるとして泰衡討伐を宣言し、奥州藤原氏はいよいよ滅亡への道を歩むことになります。奥州合戦後の奥州藤原氏、滅亡後も細々と続いた系譜のその後、義経を失った後、源頼朝は大軍を率いて奥州に攻め込み、奥州藤原氏は藤原の国平を大将に厚かし山に防塁を築き、頼朝軍を迎え撃とうとします。しかし平家との戦いをくぐり抜けてきた頼朝軍は強く、奥州藤原氏は抵抗するも敗れ、大将の国平も和田義盛の軍によって討ち取られてしまいました。藤原の泰衡は平泉を脱出し北方に落ち延び、頼朝に除名を嘆願する手紙を送るも無視され、家臣の川田次郎に裏切られ命を落とします。平泉も怪人に帰し、奥州藤原氏は滅亡してしまいました。当主の泰衡は首をさらされたものの、奥州藤原氏の一族の中にはその命を助けられた者もいます。藤原の泰衡の弟にあたる藤原の高平は金が多く産出し、奥州藤原氏の経済力の源泉となっていた元吉野荘を統治しており、京都との関わりも深かったことから頼朝に降伏を許され、相模の国の梶原景時の所領に配慮されました。その後は梶原景時の仲介により鎌倉幕府の閣僚のような立場となり、丘陵であった気仙沼のあたりの統治を任されています。このように長年独自の勢力を保ってきた奥州を治めるのは容易ではなく、頼朝は奥州藤原氏の一族を生かしてその力を持って統治しようとしていました。高平と梶原景時の関係はその後も続き、梶原景時が鎌倉幕府を追われた際には梶原一族が高平の所領の気仙沼に落ち延び、現在も葉山神社とした遺跡が残っています。一方の高平は奥州藤原氏の滅亡から12年後、元は越後の国の平家勢力で同じく梶原景時の庇護下にあった長長持ちが鎌倉幕府に反旗を翻した建仁の乱に一味として加わります。しかし長長持ちの決起は失敗し、高平も父の秀平の縁を頼り貴族の邸宅に逃れるなど抵抗するも、最終的には幕府の追っ手に討ち取られてしまいました。藤原の高平の死によって奥州藤原氏の中心人物たちはほとんどいなくなってしまいましたが、二代当主藤原の元平の弟にあたる藤原の清綱の子蹄俊平は頼朝に降伏し、日立の国の御家人の八田智家に預けられていました。後に蹄俊平は所領を安堵され、藤原の泰衡の子の藤原の秀康をかくまい、自身の娘を秀康に嫁がせ養育しています。藤原の泰衡の子は資料は乏しいものの、藤原の時平、秀康、泰孝の3人がいたとされ、長男の時平は奥州合戦で亡くなり、三男の泰孝は奥州合戦の時はまだ幼かったものの、後に京都に出て奥州藤原氏の再興を目指しますが失敗し、熊野で余生を過ごしたと伝わります。一方秀康は蹄俊平の下で成長し二人の子を設け、そのうち次男の藤原の義平は安倍氏の一族の安倍の頼久の娘を妻とし、藤原の信平を設けています。藤原の信平とその子の頼平は代々安倍一族の娘を妻に迎え、頼平の子の高平の代に安倍氏を名乗ったといいます。以降も子孫は代々東北の地で続いていったといい、歴史の表舞台に舞い戻ることはなかったものの、100年以上にわたり奥州に派を唱えた奥州藤原氏の系譜を継いでいくこととなりました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。